どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、4月17日にですね、楽天ペイが請求書払いのね、詳細発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、2023年の自動車税とかね、固定資産税などの支払いで、マイルをね、貯める方法をまとめということで、こちらの動画ね、皆さん見ていただけましたでしょうかですね。まあ、こちらをね、確認していただくのと同時に、まあ、できればですね、今ね、LINE 公式アカウント限定案件とかもね、配信させていただいておりますので、LINE 公式アカウントもね、概要欄からぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、前回の動画でもね、言いました通り、2022年の時とですね、今年の の2023年ね、かなり状況が変わっておりまして、ANA Visa カードの場合はですね、こういった感じになりまして、またね、各種アメックスとか ANA マスターカードの場合はですね、こういった感じになりますよということで、紹介させていただきました。ここら辺もね、あの前回の動画で詳しく解説しておりますんで、まあ、気になる方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思うんですけども、今回のね、動画についてはですね、こちらの最後の部分ですね、楽天キャッシュを購入して、て楽天ペイでですね、 請求書払いで。 固定資産税とか自動車税とかね、支払いしていただくわけなんですけども、この部分でですね、還元がね、まあ前回キャンペーンがあるっていう話があったんですけども、実際何還元なのかみたいなね、まあそういった話はですね、詳細が出ておりませんでしたので、今回ね、こちらの手をね、解説していきたいなと思います。2023年の4月17日にですね、こういった感じで楽天ペイのね、キャンペーンが来ました。税金公共料金の支払った分が戻ってくるということで、 抽選で楽天ポイント全額還元、新定条件5万ポイントということで、こちらね、外れても全員に漏れなく1%還元っていうキャンペーンをね、発表いたしました。こちらはですね、2023年の4月の17日10時から2023年5月の31日23時59分までっていう風になります。こちらね、エントリー必須っていう風になっておりまして、こちら公室タイトにあるようにですね、えー、全額ポイント最大5万ポイントまで抽選でね、まあ、 もらえる。で、またですね、外れた場合でも1、1%還元がね、漏れなくもらえるっていった形になります。で、今回のね、このキャンペーンなんですけども、注意事項がね、いくつかございまして、まずね、一つ目に、エントリーがね、必須っていう点ですね。ぜひね、今回のキャンペーンですね、この、 キャンペーンでもらえるポイントっていうのは、楽天期間限定ポイントっていう風になりますんで、まあ、ANA マイルとか JAL マイルとかにはね、交換することはできるわけではないんですけども、まあ、もらえるものはね、ぜひ貰っといていただきたいな、なんていう風に思いますので、概要欄にね、公式サイト載せておきますんで、ぜひね、エントリー忘れずにね、していただければなと思います。で、二つ目ですね、キャンペーン期間がかなり短くてですね、こちらのキャンペーンね、2023年の5月の31日までっていう風になるんですよね。ですので で6月1日以降はですねこのキャンペーンのね特典っていうのはもらうことができないっていうふうになりますんでこの点もね押さえておいてください。で公式サイトにですねこういった感じで外れても全員漏れなく1%還元って書いてあるんですけども。 これね、詳細を見るとですね、非常にまあ引っ掛けっていうかね、あの、こういう表記の仕方あるんだっていう感じなんですけども、1%って書いてあるんですけども、この1%っていうのは、楽天カードで楽天キャッシュにチャージした0.5%の還元と、今回のキャンペーン分の0.5%、まあこれを合わせて、最大1%還元っていうふうに、 なってるんですよね。ですので、あの、楽天カードからね、チャージした分に関しては、この0.5%これに、ね、入ってるっていう風になりますんで、 私がね、お勧めさせていただいているのは、まあ、こちらのルートが、まあ、基本的にお勧めさせていただいているっていうふうになりますんで、楽天カードからチャージしてないですよね。ですので、今回のキャンペーンにもらえる分に関しても、まあ 0. 5、0.5%還元っていうふうになりますんで、1%もらえないっていうふうになりますんでね、まあ、この点もね、覚えておいていただければなと思います。で、4つ目ですね、ポイント付与に関してなんですけども、2023年7月末頃にね、こちら付与されるっていうふうになるわす。 わけなんですけれども有効期限がですね2023年の8月31日23時59分までということでこちらだいたい1ヶ月ぐらいしかですねこの今回のキャンペーンでもらった期間限定ポイント有効期限ないっていう風になりますのでこの点もね 覚えておいてください。まあ楽天ペイがね、ありますので、この楽天期間限定ポイントっていうのは、まあ今ね、あのいろんなところで利用することができますし、コンビニどこでも利用することができるので、まあ困ることはね、ないと思うんですけれども、ひとまずね、1ヶ月間しかね、有効期限ありませんので、短いっていう点はね、ぜひ覚えておいてください。で、5つ目ですね、今回のキャンペーンは楽天キャッシュで利用した分に対して、還元がもらえるキャンペーンっていうふうになりますんで、このね、 請求書払いっていうのは楽天ポイントも利用することができるようなんですよね。まあこちら一部ね、利用できなかったりもするみたいなんですけども、まあ基本的にはポイントもね、利用することができるっていうふうになります。なんですけども、今回のキャンペーンに関しては楽天キャッシュがね、えー、キャンペーンの対象っていうふうになっておりますので、 ポイント利用しちゃうとね、今回のキャンペーン対象外になりますんで、この点もね、ご注意ください。で、6個目ですね。公共料金のね、対象先とかも今回ね、発表されたわけなんですけども、 公共料金ね、電気、水道、ガス、その他っていうのはね、こんな感じで出ているわけなんですけども、非常に対象のね、利用先っていうのは少ないです。まあ、利用できる方はね、かなり都市部の方限定になるのかな、なんていうふうに思いますので、この点もね、覚えておいてください。で、あの、公共料金に関してはね、かなり、 え、対象のね、利用先少ないわけなんですけども、自動車税とかね、固定資産税とかの支払いに関しては、今回この楽天ペイっていうのは、ELQR っていうね、このシステムをね、利用しているみたいで、こちらね、1700の以上のですね、自治体のね、地方税支払えるようになっているっていうふうになりますんで、まあ、おそらくね、対象外っていう方はね、 ほとんどいないんじゃないかななんていうふうに思いますので、まあ税金に関してはですね、多分大丈夫だと思うんですけども、このね、公共料金に関してはね、かなり利用できるね、先っていうのは少ないっていうふうになりますんで、まあこの点はね、覚えておいていただければなと思います。 それでは次にですね、実際のね、利用方法、えー、見ていきたいなと思うんですけども、ちょっとね、私自身ね、請求書まだ来ておりませんので、あの、実際の支払い方法っていうのはですね、お見せできないなと思ってたんですけども、公式サイトにですね、ちゃんとね、この楽天ペイアプリ請求書払いの支払いっていうのがですね、ちゃんと動画がね、載っているっていうふうになりますんで、 こちらね、ぜひね、一緒にチェックしていただければなと思います。まずね、楽天ペイを最新バージョンにね、アップデートしていただいて、開いていただくとですね、こういった感じになるみたいなんですよね。で、請求書払いがね、出ておりますので、そちらをクリックしていただくと、請求先のコードを読み取るっていうね、画面になりますんで、そうするとですね、 ま、こういった感じで、バーコードもしくは QR コードをね、読み取っていただきます。で、次の画面ですね。こちらね、楽天キャッシュになってると思うんですけれども、おそらくここで楽天ポイントがね、あの、選択できるようになると思いますので、ま、今回のキャンペーンに関しては、楽天キャッシュのみがね、対象っていうふうになりますんで、 ここでね、楽天ポイントね、入らないようにね、利用ね、していただければなと思います。まあ、今回のキャンペーン0.5%還元なんで、まあ、ここいらないから楽天ポイント使いたいというっていう方はですね、ポイント入れていただいてもね、いいんですけども、今回のキャンペーンだけね、見ていただくと、 ポイントね、利用しちゃうとね、対象外になってしまいますんで、この点はね、注意してください。で、確認画面を進めを押していただくと支払い完了ということで、これでね、支払い自体は完了っていった形になります。まあ、そこまでね、えー、難しくないんですけども、まあ、一応ですね、今回のキャンペーンに関しては、楽天キャッシュがね、対象になっておりますんで、もしね、キャンペーン利用されたい方は、ポイント入らないようにね、支払いね、していただければなと思います。 ということで、今回ですね、楽天ペイが請求書バレーのですね、利用方法、またね、利用先、キャンペーンね、詳細発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、ま、最後にね、え、こちらの図ですね、ま、最終的に今回ですね、楽天ペイでね、取れるキャンペーンに関してはまあ、ま、0.5%還元っていう風になりますので、ま、ANA のね、JCB ピザカードとかだと、ま、取れてね1、1%還元っていうところですかね、ま、このミニストップでね、ワオンで楽天キャッシュを 購入するときに、まあ1%還元取れるかどうかっていうところですかね。まあこれを入れて、今回のキャンペーンで1.5%っていうふうになります。で、このね、取れるポイントについては、まあ和音の場合はですね、ワオンポイントっていうふうになりますんで、まあこちらに関してはですね、ANA マイルにも JAL マイルにもね、交換することができるっていうふうになりますんで、まあここでマイルを稼ぐっていう感じですかね。楽天ペイに関しては、期間限定ポイントっていうふうになりますんで、まあこちらはね、 楽天ペイとかね、楽天市場とかで、ね、利用していただくって言った形になります。で、アメックスとかですね、ANA マスターカードの場合はですね、a u p a y p r e p a にね、チャージした分で、アメックスであれば0.5%還元、マスターカードであれば1%還元で、ね、取れると思いますので、まあ、ここでね、還元がちょっと分かれてきますよね。 で、ここでワウンでね、利用できる方に関しては、まあ、アメックスに関しては1.5%還元。ANA マスターカードであれば2、2%還元が取れるって言った形になります。で、アメックスの場合はですね、楽天ペイで支払った場合に、まあ、0.5%、ね、で取れるっていうふうになりますんで、合計ね2、2%還元っていうふうになります。で、マスターカードの場合はですね、2.5%還元っていうふうになりますんで、ANA ねマスターカードもね、一番高くね、 ななるっていう風になりま,すまあちょっとねミニストップに関しては利用できるところとね利用できないところねまたね全然近くにないっていうね方もいらっしゃると思いますので、まあ、私もねあの最寄り駅とかにミニストップないんで利用する時はね自転車でちょっと走ん,なか走んなきゃいけないところまでね行かないとあの買えなかったりしますんでまあこのねミニストップのねあの近くにあるかどうかっていうのはね結構分かれてしまうんですけども、まあ、利用できる方はですね是非ね利用 ねしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね。こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね。チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ